高山祭りは岐阜県の高山市で行われる春と秋の祭りの総称です。春に行われる山王祭りは旧高山城下町の南半分の内神様である比叡神社に近江から大山杭の神が鎮座された祝いとして開催される祭りです。一日目の午後、比叡神社を出て町を一巡し、お旅どころで一泊し、二日目の午後、ここを出て家々を巡り、比叡神社にお戻りになります。通られる際には獅子舞や三角股間で知られている東京楽、上下姿の警護する人が町を練り歩きます。神事がお旅どころで行われます。春の祭りでは12台の屋台が町を彩ります。屋台は各町内から1台から3台が出されています。屋台の見どころは豪華絢爛で、それぞれに個性的な装飾が施されていることです。京都西陣織の見送り幕、名工による龍や獅子の彫刻、車輪、細部まで刺繍を施した大幕など、匠の技が集結した芸術品です。そのうち3台がからくり奉納を行います。3台とも熟練の綱方が幾本もの綱を操って人形を操作する、大変高度な技術を要するもので、生きているかのような人形の繊細かつ大胆な演技に圧倒されます。三番
僧は扇子と鈴を持ち、面箱に顔を伏せ、翁の面をかぶり、妖局浦島にはして住まいを演ぜるという構成です。友人代は唐子によって運ばれた壺の中から、突然赤ら顔の龍神が紙吹雪を上げて現れ、荒々しく怒り舞うという構成です。借兄弟は農園な美女が踊っているうち狂い獅子に変身し、また元の姿に戻り、両手に牡丹の花を持って長寿を祝う千秋万歳と舞い納める構成です。皆で力を合わせて戻し車で方向転換をしながら狭い道路を進む姿を見ることができました。